これは大砲です。あのドンジュース大砲ですね。大砲です。これはオルガンです。福島市の運転免許センター75歳以上のドライバーは免許を更新する際、記憶力や判断力を測定する認知機能検査が義務付けられています。福島市の佐藤俊勝さん、運転歴50年以上のベテランドライバーで、タクシーや長距離トラックの運転手などをしてきました。判断力が違うからね、一般の人より。長距離もやってたし、大型もやってたから、もう自信は満々だよね。検査は認知機能のレベルごとに3つの分類に判断。新しい制度では、認知症の恐れと判定された場合、直ちに医師の診断の対象となり、認知症と診断されれば免許が取り消されます。佐藤さんは、判断力が少なく低くなっていますって。だからいっぱいいっぱいじゃないの、もう熟れだね。こんなことないと思ったんだけど、こんなに低いから。愛知県の事故で車を運転した男性は74歳。事故後、病院に運ばれ意識不明の重体となっていて、警察では男性が何らかの病気だった可能性もあるとみて、事故の経緯や原因を調べています。県警察本部の担当者は、年齢を重ねるごとに低下する身体機能や認知機能のほかに、持病など健康面も考慮し、ハンドルを握る判断をしてほしいと呼びかけます。何か自分がちょっと運転に対して不安を感じたら、まず相談と。運転する前にいつもと体調が違ったり、あとは体調が悪いというときは運転を控えるということをお願いしたいと思います。福島市の菱沼健次郎さん、今日運転免許を返納しました。自分自身、そして家族のためでもあります。事故が起こしたら自分だけじゃない、家族からこうやってみんながほら、職場から何からね、嫌な思いしてね。幼稚園の保護者の気持ちになった感じで、ね、自分の子供の身にそういうのを来てほしくないっていうのが一番あって、病院の送迎とか負担はかかるんですけど、ね、その分、ね、これから、ね、ちっちゃい子ちょっとでもそういう事故減れば、ね、全然満足というか ね、安心だから、ね、大切な人を守るために、すべてのドライバーに交通事故を防ぐ行動が求められています。